でもデビューするっていうのはその時にでも事務所に入ってたってこと、はい、そうですね、高校の時に某新世紀アニメがブレイクして、ありがとうございます、すいません、某エヴァが当たった後に、うんうん、結構声優情報誌とか、うんうん、アニメ誌っていうのがすごい増えて、うんうん、あとインターネットも徐々に出始めていて、うんうん、結構情報が多かったんですね、うんうん、だから興味を持ってて、で結構アナウンサーの方とかそういうナレーターの方とか、うんうん、全部僕の中でごちゃになってて、喋って仕事をする人は一人だっていうその人がいろんなものを担当するんだと思ってました、声の仕事、だからこの喋って仕事をする人になりたいと思ったら、うん、その僕が興味を持ってこういつもチラ見してた某、うん、情報、まあまあエロ本ですよまあエロ本コーナーの隣に声優何菓子とかが、待って待って、エロ本コーナーの隣にエロ本の中で見つけたんじゃなくて、雑誌のあの大きさがちょっと似通ってるんで、某ツタヤは結構隣に置くことが多かったんですけど、あ、そうなの、はい、エロ本の、そうです、そうです、エロ本コーナーの隣に、エロ本の隣に、その頃だとあれですかね、高、うん、田さんとかその辺が出てるのと、そうですね、丹下さんとか、丹下がエロ本の隣に、あ、そうです、あ、しつこく食い下がって申し訳ないですけど、すいません、あと謝っとこう、それあれですね、そのエロ本を買うためになんかこうこれだとそれを隠すためにそれを買ったとか、ま、そういうことではまだ年齢的に買えなかったので、でも憧れてはいたんですよね、夢のいとこや兄が持ってた夢のワンダーランドの魔導の書をね、何とか、ね、何とか、あ、何とか俺も手にしたいが、まだまだまだ何かが許されないって、霧がかかったこの陽気運みたいなところにこうねゲゲゲの鬼太郎のファミコンの2みたいなこの陽気運の中に俺は飛び込んでいくんだって言って、あ、うん、すいません、大丈夫です、はい、別に全然構わないが。